思い出のガンプラキットレビュー集。機動戦士ガンダムモビルスーツバリエーション。ザクフリッパー。ザクフリッパーとは、プラモデル企画、機動戦士ガンダムモビルスーツバリエーションに登場する、ジオン軍の偵察用モビルスーツである。なんと、あの強行偵察型ザクの改良型なのですよ。一年戦争初期に登場した強行偵察型ザクも、連邦軍のモビルスーツの大量配備が完了した戦争後期には、さすがに性能的にヤバくなったとかで、情報収集能力と機動性をさらに向上したタイプとして試作された機体がザクフリッパーだったのさ。一年戦争当時、覗きをやらせたらこいつにかなうモビルスーツはいなかったのさ。すげえ。でもねえ、この子は強行偵察がザクの上を行く、超マイナーなモビルスーツだったんだよね。当時のあだ名は、ワンパクフリッパー。ヒレがたくさんついてるからフリッパー。武器も全然ついてねえ。しかも、頭部は全然ザクじゃねえ。装甲機兵ボトムズに出てきた。スタンディングトータスやらスタンディングタートルやらスナッピングタートルみたいな三連レンズなのですよ。まいったねえ。時期的にボトムズの影響が出ちゃったのかねえ。まあ、兵器的には間違っちゃいないんだけどねえ。プラモのパッケージも、高機動型ザク以来のバックパックがメインの、俺の背中を見やがれ的なボックスアートで、機体色がグレー一色。おもちゃ屋でのステルス性が半端ないキットだったのだー。売れ残ってるとパッケージが日に焼けて、おもちゃ屋に溶け込んで一体化していくのさ。さらに売れ残ってると、プラモデルの棚の一番下の方に置かれちゃって、影でわかんなくなっちゃうんだよねー。キットの値段は500円。モビルスーツバリエーションの後期に発売されたキットなんで、他のアニメのカラフルなプラモデルに押されて、いまいち人気がなかったキットなんだよねー。強行偵察が多額のパーツ買いキットとか思われがちなんだけど。実は、金型の回収だか新規の造形だかが、なんやかんや行われているらしく、微妙にシャープな造形になっているのですよ。引けは相変わらずだけどねー。はっきりとわかるのは型のラインぐらいかな。どちらかといえば、俺は強行偵察が多額のパーツのラインの方が好みなんだよね。当時の改造点はねー。あんまりないねー。俺の友達、全くこのキット買ってないんだよねー。俺はというと、とりあえずちゃんと設置するように足を回収だぜ。この頃になると、バイファムキットの機構のフィードバックが浸透してきて、作例でもちゃんと立たせることが基本工作だったのさ。俺のは重りを入れて、糸ハンダで繋げただけだったんだけどね。なんせ安上がりだからね。特徴的なレンズ部分は、削り取ってジャンクパーツを接着だー。ボトムズのターレットレンズにあやかって、赤や青で塗装したりしたものなのさ。俺はグレーが嫌いだったんで、強行偵察が多額の機体色の青で塗装していたものだよ。ザクフリッパーは、ジオノグラフィーで製品化されたり、ガンダムビルドファイターズに登場したりと、忘れた頃にメディアに登場してくれちゃうんだよ。おや？久しぶり、みたいな感じでねー。このペースだと、次は10年後くらいにまたお目見えするかもしれないねー。